今日の動画はですね、また前回のようなですね、コーチングの理論というよりは、その理論を実践する前提となる部分に触れる内容になるかもしれません。ですね、何かこう結果を出そうと、自分を変えて結果を出そうとするときに、うまくいかないことの方が多いんですよね。現状の外側にゴールを設定して、そこに向けていくってことは、現状のコンフォートゾーンがこうどんどん踏み出していくわけですから、まあ、新しいことにチャレンジしていく。チャレンジするってことは、新しいことにチャレンジするってことは、失敗する可能性もどんどん、逆に言うと可能性というか、失敗する経験が増えてくるっていうことですよね。もちろん、そのけ、うん、失敗し、うまくいかなかったら、まあ、成功も失敗もないんですけれども、ゴールに向けてうまく、なんか活動した時にうまくいかない場合は、課題を明確にし、で、二度とそれを繰り返さないようにしていけばですね、次の成功のうまくいく方法の確率が、うまくいく、方法を見つけるための、その選択肢としては、どん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 うまくいく方に向かっていくっていうことですね。ということで、まあ、昔、偉人も、エジソンなんかも言ってたと思うんですけども、これはね、今までたくさんの失敗してきてますけどっていうふうに人に言われた時、あれは失敗じゃないんだと、うまくいかない方法を見つけたんで、うまくいく方向に一歩近づいたんだよ、そういう発想で、捉えていくといいと思います。で、今日お伝えしたいのは、そのうまくいかない時の自分の中のこの、何て言うんですか、振り返り方っていうんですかね。何かうまくいかなかった時に、あの人が悪かったとか、あの人がこういうことやったからうまくいかなかったんだとかね、人のせいにしたりとか、環境が悪かったねとかね、こんな環境が悪かったんだったらもうしょうがないよねって言って、自分の成長の課題を見つける、機会を逃しちゃうってことですね。例えば、そうですね、どこでもいいんですけど、例えばカフェのオーナーがですね、雨の日は客足が鈍ると。毎年6月は売り上げが下がるみたいなね、梅雨時の。で、これはしょうがないよねって。雨が降るんだから人はね、出歩かないんでカフェ、人来ないよねって、しょうがないよねっていうのは普通ですけれども、ここを逆に逆手にとって、雨の日だったら、例えば、10%オフクーポンを配っとくとかね。そうすると逆に6月売り上げがちょっと上がるかもしれないみたいなね。そういうようなことを、仕掛けられるか、課題を放置するんではなく、問題を放置するんではなく、課題として自分が何を取り組んでいけばいいかっていうことを見極める、そういう自分の成長につながるための、チャンスですよね。自分の成長のポイントを見つけるための、その課題となるところを明確にできるか。これは人のせいにしたり、環境のせいにしたりするような、言い訳をするようなマインドからは生まれないんですね。ということで、これからこの動画を見てる方は、人のせいにしない。で、環境のせいにしない。ね。人のせいにしない。ね。環境のせいにしない。人の悪口を言わない。人を悪くは言わない。環境を悪く言わない。で、今置かれてる環境、その状況で自分なりに何を変えていけばいいか、自分の能力をどういうふうに変えていけばいいか、どういうふうに引き出していけばいいか、自分に対する課題に置き換えて何に取り組んでいけばいいかっていうことですね。そこに切り替えていく、このように建設的になっていきましょう。まあ、子どもたち、学生にとってはですね、そうですね、人によっては、学校から遠くて、その往復で時間がかかっちゃうとかね、塾が遠いからその分勉強の時間が少ないんだとか、なんかいろんなね、言い訳をしてしまう可能性があるわけですけど、そういうことではなくて、いかにその環境の中で自分がベストを尽くせるかってことを集中するっていうことですね。人のせいにしたり、環境のせいにしたりしないっていうことですね。今ネット社会だから、情報はいくらでも、いろんなところで入手できると思うので、うまくやってみるということです。スポーツ選手もそうですね。そのクラブの、所属するクラブとかチームの状況がこうだからとか、指導者がこうだからとか言ったらキリがないんで、100%満足いくことは、まあ、ほぼないと思って、間違いないと思うので、その中で自分ができることをやる。で、徹底的に自分の課題に、捉えてですね、自分が取り組む課題として、何に対して課題として取り組むかっていうことにフォーカスしていくといいと思います。
企業経営、ビジネスの現場においてもそうですね。もう100%満足いく環境なんて、まずないですから、その中で自分がどのようにやっていけば、ゴールに近づくことができるか、成果を出すことができるかというところにフォーカスして、他人のせいにはしない、環境のせいにはしないということに、そういうマインドをですね、他責 NG って言いますけどね、他人の他に責任を押し付けるということで、他責 NG というマインドで、ぜひこのコーチング理論を実践していきましょう。ということで、今日もとても重要なメッセージをお伝えできたと思います。今日は以上です。ありがとうございました。